ちょっとどうしちゃったんだ、本当僕は今起きましたから、皆さんのコメントを見ていくんですが、えー、木更木24さん、えー、こんにちは。皆さんのコメントを読んで、自分の捉え方と違うと思い、えー、ナウボイスをもう一度聞いてきたんですが、これにとってのイベントなどを終え、今、自分は企画を考える側ではないが、今後の可能性として自分が、えー、と企画に携わるようになったら、サイン会えてはいいなと言っていたように受け取りました。 うん、デマーチの件はコロナ以降対応していないいい気持ちとはできないと言っていましたデマーチとサイン会の話は別物だと思いましたいうタイミングがマリンちゃん用語と捉えられ,捉えられちやったのかなっていうことですかねうんはいえー、もう何が何だか僕は全然わかんないんですけども、うん、あのー これはこの件、なんか最僕はちょっと思ったのは、宇、え、野、ー、選手がまあ9枚の写真をインスタに上げたと思うんですが、それとまあこのタイミング、これは多分全然違う話かと思うんですが、結構タイミングが良すぎて、えー、いそ,のそれについてちょっとそ,れ、まあ、その感情を持ったまま今回の件があったということもあって、まあ、一部の乙女心を持ったファンの方は、ちょっとそれを。 もうそういう状況だったからさらにっていう感じだったんですかね、まあ、ちょっとよく分かんないんですけどもうんはい分かんないですね全く、うん、状況がいまだに分からんえー、エベリーさんどうもですなんかとりあえず宇野選手のファンも外から見たら相当怖いなとあうん怖いというねうんはいうんそして宮様ですね おはようございます。ミアです。動画の2つ目は渡してはないですよえ。今聞き始め。私は赤に M が入っているマークを、名前を、えー、最初に入れていたり、たくさんだからお。なるほど。なんかどっかちょっと、あれミアさんのあれですかねなんか間違いあ僕。あ、僕ですね。僕が読み間違えた感じですかね。うん。学校や仕事でちょっとバタバタ忙しいから、また。何かまた、また,また、また、翔馬くんに謝らせたのですかどういうことわけわかんない。調べてみよう。 えー、プリンスのアイスショーはまだコロナ明けだけど、出待ちをしたり、出待ちは皆さんの迷惑にもなり、えー、サインをしたりもらったりは、えー、禁止としっかり公式になっていたり、もしも何かまだコロナは収まってはいないから、もしもに備えて、フレアイタイムはいつもと違い、えー、握手や、握手はまだ禁止や、禁止や、えー、直接近くで話すのは禁止中だから、わざわざ今年は選手やプリンスの、えーめ、ん プリンスのメンバーの方々と、グループの何組か作り、えー、見,ど見どぐりされたのに、えー、初日に出待ちをしていたマリンちゃんのファンが、入り口付近にいて、えー、サインを押したとか、そしたら自分のインスタグラムに待っていたから、サインしますとわざわざ書き込み、うんえー、そのせいで思った以上に人が集まり、中止になっ,たなったとかしたとか、あそうえー、公式にあるのにあ、公式ってことはこれはよか悪くないっていうことですかね。 なくても、もしも何かウイルスを持っていて何かあったり、皆さんに映ったら、えー、ガンガン、あ、ガンガンったら、えー、中学生でもダメと分かるのでは、えー、それはフライングをしたからか、本あ、なるほど。どういうことなんだ、これ一体。あ、公式にあるってことは、やってはいけないっていうことは公式に書いてあるっていうことですかね。うん。なるほど。で、えー、本人はインスタグラムを消去して知らんかを、それを翔馬くんがタイミング的に最悪、まるで、かばったみたいに何か発言。 さらに炎上で、翔馬くんがまるでフォローするんではなく、本人に謝らせないとおかしいですね。と、ネットざわざわ大変ということ。うーん、そういうことらしいですとなんか。うん。コラにとってのイベント終わり、楽しくほっこり嬉しかったのに、前にもスイス同じように、えー、あったじゃない。いつも翔馬くんばかり矢面に立っているとしか思えないから、翔、えー、マファンはがっかり恨みば恨みばかりに。 うんえー、ツイッターには炎上した17、歳、17歳、18歳のマ、えー、リニン君だって自分で謝ったのに、おかしいとあったり、もう勘弁をしてくださいません。朝起きたら何これ。しかも私は変なコメント、あ、そういう子なんだ。僕、もしかして、皆さんかと思ったということですね、そのコメント。あ、すいません。なんか間違えたっぽい。勘違いした、すいません。えー、っと、えー、あれはあのコメント、皆さんじゃなかったんですね。うん えー、自分で調べあり、ありなままにコメントをしましたよ。本当にの、私に向けて、えー、受けないで、あ、そちょっと間違えました。すみません。えっと、皆さんのコメントかと思ったすごく、えー。今日から学校や仕事忙しいから、それどころでないんで、えー、しばらくこれコメント見れない、書けないんで、よろしくお願いします。えー、本当、自負がしたなら、あの、えー、自分で何とかしてほしい。二十歳超えたくても、学生でも自分で何とかすれば、もう何なのうん。 そんなところで引っかかり大丈夫なのか、皆さん心配の一つでこれからもありそうで怖いかも。うん。はい。そういう、ちょっとなんか、うん。ねえ、これは、これ今も収まってますよね、おそらく。うん。どうなんですかね。ビビアンド・バズさん、よろしくお願いします。おはようございます。デマーチの件に関しては、詳しくはしないか、ら何も言えませんが、 ルール違反をした場合、よくないと思います。えそれはそれとして、昨日、翔馬くんから、翔マから、えー、インスタグラムで、マリンちゃんとの2、えー、ショットを、えー、9枚あげられたの話は、もう私も一瞬ドキッとするけど、可愛い,いじゃん。うん。みんな気にしすぎだとは思う。今まで応援をしてたファンの人たちは。これもあって、おそらく、ちょっとまあ、言っちゃあれですか、やきもちもあって、今回の件で、まあ、怒りもあって、 とということですかねタイミング的にかなねちょっと分かりませんそう。そういうふうに一瞬感じたんですが、1は嫉妬していたり、それを見て叩く人は私はおかしいえ。マリンちゃんとショマックだけではなくても、いろんな有名人だって恋愛するじゃん。えどこかのアイドルグループもおかしい。アイドルグループに所属している間は恋愛禁止です。あ、ですね。もし違反した場合は、自ら脱退するか。これなん、48とか多分そうですよね。 ジャニーズとかもあの恋愛って禁止したんでしょうかねうん。あの、ね、AKB、SKE とか、いろんなありますよね。乃木坂とかね。乃木坂46か。うん。もとか、あの恋愛とか禁止したんですかねうん。なんかそんなあった気がします。ね。あの、別のグループに強制移行をさせられるか、研究生まで落ちることもある。ね。なんかそんな感じあの、おそらく、 まあイベントがあのやっぱりそのアイドルが結婚とか恋愛をしちゃうとファンがあのつかなくなっちゃうっていうことなんでそうすると収益が見込まれないっていうことなんでしょうね、うん、そういうことだと思うんですよあの、まあ、僕も友達っていうか知り合いというかは、まあ、48とか,とか、ね、やっぱね自分が推しの人がやっぱり付き合ったりすると「ん意が湧く」って「胃が湧く」とか言ってましたねこちょっと言えませんけど「まる意が湧く」とかね 言ってましたからね。そなんでなんだろうなって僕は首を貸してくれましたからね。うん。本当になんか自分の恋人だとね、なんか思ってて、い,いつもねいやもお、落ち着けって言ってるんですけど、ちょっと、うん。まあそういう人はいましたね。うん。ね。だから逆にその、なんか自分のことだけ見てんのかなって思っちゃうんでしょうかね。うん。ちょっと難しいですね、それね。まあその間では恋愛禁止違反してしまった,たから、自ら丸がき、あ はい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 。なんか思い出しました。丸刈りしたこともあったんで、何よりマスコミがおかしいねん。うん、なんか丸刈りをしてたことあります。こういうのは本当、日本独特なのかもしれませんね。うん、え自分たちの儲けでおいしいとこと、おいしいとこと、有名人は仕事に苦笑をきたすぐらい犠牲になってるねんって、それもわからんのか。 え去年の報道だって週刊誌とマスコミのせいで腹が立ちました。えもし2人の試合で支障を来すようなことがあったらどうするのそれだけが心配だったので、うんえー、私はどんなことがあってもマリンちゃんとショウマくんができる限り、えー、長く幸せに付き合ってほしいなとおばちゃんも応弁するし願うばかりです。うんねあのまあ、フィギュアスケートはアイドルではないって言いますけど、 まあ日本の場合のその報道であったりとか、うーん、まあ、アイドルに近い部分あるのかなってちょっと思ったりはしますね。まあ、あの、文化的に、そのフィギュアスケートに限らず、どのスポーツとか、まあ、やっぱイケメンだったり、まあ、すごい可愛いい子だったりとか、うん、結構やっぱり、その、スポットが当たるので、どうしても、うん。まあ、それによって、視聴率も上がるわけなんですよね。だから、 あのー、ぶっちゃけると、やっぱり収益源になっちゃってるので、そういった方があれ、あれとかをしちゃうと、収益がまあ見なくなっちゃう、あ、何、あの私のるくんが、俺の〇〇○○〇〇ちゃんがって言ったらって、もう見ないとかね、うん、あるいはこう変なストーカー行為だったりとか、やっぱあるので、結構ね、うん、あれかなっていう気がしますね、ただね、ちょっと一つ言うと、まあ、これ、ベルリーなんですが、まあ、ルナヘンちゃん、結構やっぱ年季あるんですよ。うん 結構そういう、まあ、変なおじさんとかがやっぱりいるっていう話は聞いたので、うん、やっぱりどこの国でもあるのかなってちょっと思いますよ、うん、有名になることはいいことばかりじゃないですね本当、うんえー、クイーン・オブ・ハートさんよろしくお願いしますまあ出待ちのことはルール違反といえばそうかもしれないけどたた叩きすぎるよ、うん、ファンになるべく 答えたかった善意から始まっている話だし、ここまで、えー、鼻息荒く攻める話でもない、うん、これからは影響とか周囲の配慮をかんとか考えて行動されると思いますから。はい、ということみたいで、すよ、うんまあ、今回の,このね件はファンのためによかろうと思って一応やってしまった、でもそれがルール違反だったということなんですよね。うん、うん、えー、はい そして、えーと、名前がちょっと分かんない方からなんですが、宇野昌磨んのファンもヒステリー,ヒステリーが多いえ。本人同士はいいんだから、外野は黙って見ていればいい。人の恋に、えー、恋をだ、恋出しをするほど野暮なことはないね。だいたい自分は結婚して、子供までいるくせに、結婚してほしくないとか、あの人はダメとかいう権利なし、バカなのというね、ことですね。これはあれですね、ブくんテレビの,あのコメントではなくて、 えっと、SNS の方で、こういったやっぱり、えー、結婚してほしくないとかっていう、これあるんですかねん。まあ、おそらく思っている人もいるんでしょうね、きっとね。うん。まあ、確かに、確かに、自分は結婚して子供いるのにっていうのは。うん。なるほど。はい。えっ、ー、と、クイーン・オブ・ハートさんも一緒です。教えてほしいってくらいの発言はすると思いますよ。あ、これあれですね、マリニン君ですね。えっ、ー、と、羽生選手がマリニン君に、 えー、4回転アクセルの飛び方を教えてほしいっていう,、えー、こう記事があったのはまあそれはデタラメなんじゃないかというね、えー、コメントがあったと思うんですが。 え何嘘つきと断言をしてるのか、ここまで見てもいないことに妄想で言い切るのが恐ろしいです。えー、自分が飛びたいジャンプを普通に、きれいにジャンプ飛べてる人がいたら、えー、その飛び方のコツを教えてほしいわ、くらいの発言はしますよね。普通に考えて、えー、会話としてあり得そうな発言なのに、嘘認定をしなくていいのかなということですね。うん。なるほど。でこの発言はあったんでしょうかね、ほんとね。うん はい、えーと、松井邦子さんどうもです。株さんお疲れ様です。あ、そうですね、お疲れ様です。えーと、しュうまさんフィギュアを諦めてください。マリンちゃんと一緒にね、私は最後まで競技が終わっても、プロになっても、時間があっても、近場だったら見に行きます。えー、頑張って応援しますで。私は私でフィギュアスケートと同じくらい大好きな本を諦め,諦めます。では、失礼します。うん。ね、あ、本お好きなんですね。うん。 そして、え、かぶさんごめんなさい。またコメント。出回しのこと知りません。えー、まりんちゃんのことですか。マネージャーさんついていないのかなそれが疑問です。あ、マリンさん、マネージャーさんついてないんでしょうかね。なんとなくついてる気もするんですけど、えっ、ー、と、宇野選手はいますよね、おそらく。マリンちゃんいるんじゃないでしょうかね。うん。そこら辺はちょっとわかりませんけどて、皆さん、知っている方いますかね。はい。 風呂敷からからさんどうもです、えー。おはようございます、カブくん。皆様、フィギュアは長くないのかなという感じがしますよ。小田くんも、モラくんも、えー、できちゃった子だったし。あ、そうですね。確かに。たくんできた子んできてですね。それも学生で、みあ、学生で、ミキちゃんなんて未婚の母になっちゃうし、えー、小,塚小塚くんも、モラくんも、家庭的に、家庭的と思われたアッコちゃんも離婚してると。ね、鈴木ア子さんの離婚は相当スピード離婚でしたね。たけし先生だって ジュリアちゃんんは結婚前にできていいるしさもがああ、まあフィギュアスケートから芸術な感じが結構あって何て言うのかな結構確かに離婚するのも早いっすねうんあのジョニー・ビアの同性婚ねしたジョニー・ビアだってスピ,ードスピード離婚しましたよねうんあの <laughs> ねだからまあ結構離婚早いっすねトップ選手を常識に当てはめようとしたって ダメだと思いますみんなちょっと変わっているということですね。まあ、確かにそういった意味ではあの結構離婚とか、うん、早いですね、うん。あの、和田株保静香さんは結構順調というか、ね、あれですかね。まあ結婚とかやっぱりね、あの離婚も含めてね、ねただ安藤さん確かに未婚の母ですし、うん、ね、まあいろいろあるのかなっていう気はしますね。人生いろいろという感じですかね。うん えー、島村長さん、よろしくお願いします。おそらくね、えー、ですよね。えー、かさん、おはようございます。宇野さんと本田さんの恋愛はスケートにはプラスになっている気がします。うん。大学卒業で結婚をするのもいいですが、きっちり生活をできるように頑張ってほしいです。あと、本田さんは今シーズンが。 最後だと思いますから、ファンの前で全力の演技をお願いします。表現や、えー、ムーブの美しさは彼女にしか、えー、ないものがあります。全日本のフリースケーティングが見たいですね、えー。今回の出待ちを肯定するわけではありません。あ、なるほどですね。まあ、出待ちの時にやっぱちょっとあれですね、えー。ちょっと良くなかったということで、うん。ただ、あの、彼女の、ねえー、と演技については僕もすごい素晴らしいなと思いますので、まあ、今年か、また東京選手権とかね、うん。 関東大会から来るかと思うんですけど、ね、あのー、また乗り詰めていってほしいなと思います。うん。彼女はやっぱ今ずっと関東で練習してる感じですかね。うん。えー、ワイム様よろしくお願いします。えー、今回のマリンちゃんの出待ちサインの件、別にしょうくんファンが彼の恋人,恋人だからって、攻めてるばかりではないと思うんです。うん。そことそことは切り離してみて。 でしょうかね出待ちに関しては、もうずいぶん前から賛否両論がありました。あ、なるほど。多くの人が待つことで周囲に迷惑がかかる。選手も疲れてるのに、ファン対応をさせられるのはかわいそう。厚かましく待ってたファンだけがな得するのはおかしいなどなど、いろいろな意見があって分かれてします。でも、この議論と今回のマリンちゃんの話は同、同じ同同じじようのようでちょっと違うと思うんですということですよ。うん。 インスタのお詫びコメントにもあるようにえ、禁止としていた運営側とも相談をして、集まった人にサインすることを決め、それなりの準備はしたけど不、不十分だったっていうことで、彼女一人の責任ではありません。え彼女だけを責めるのはかわだと思うと。なるほどですね。うん、新横浜のリンクは出入口が一つで 他の会場のように裏口に車寄せとかはないですから、どうしても通りに面した出入り口から出なくてはいけなくて、例えばリンクの近くのお店でご飯食べてから出てくれば出待ちしなくても時間を見計らって出てきたスケーターと会っちゃっても仕方ない環境かと思います。うんなるほどですね、ってことはまあ自然、自然発生的なっていう感じの可能性はあ,あるんですかね。でもそれはラッキーであって、えー、疎い。 はい、うというじゃないですね。ないとはい、初日のエマリンちゃんとファンの交流は、それに近いものだったのではと、ショーの要因に至って会場周辺をうろうろしていた、えー、ら彼女が、えーですね、彼女が出てきたっていう感じでしょうか。 うん、もしかしたら彼女のバナーを持ったファンがいることを聞きつけて、ファンサービスとして出てきたのかもしれないけど、運営側も出待ちはだめと言っても、会場周辺からさっさと立ち去れなんてことまでは言えません。いずれにしても、ファンの様式さえあれば何事、何個なん、な 何事もそんなに難しくないのだと思います。ただ、ツイッターなんかでもつびえっていう人もいたけど、出待ちサイン会ではなく、えー、別会場を借りてしっかりサイン会をしてもらいたもらいのい話もあって、ナウボウして、ショウ君もそんな話をし,していましたよね。私もその方がファンも納得できるのかなって思いました。でも、海外の試合後の風景とかを見ていると、えー、どこからかファンが現れ、さっと色が色紙とかを出してサインをしている映像が出てきてますよね。うん うんですねえー、もちろん時間にも限りがあるし、全員にはしてあげられない。それは仕方ないけれど、幸運にもゲットできれば、それはラッキーであり、不公平とはちょっと違うと私は思っていたけど、えー、キリスト秩序を守ることを良しとする日本ではなじまないのかな、うんあのね、正直言うと、こういうことで海外では問題になるっていうことがないですね。確かにおそ、うん、らく まあ今日本は、うん、フィギュアスケートはすごく人気がとてもあるので、まあ、こういう規律を守らなかったりすると、あの、ファンに対しても羨ましいっていう気持ちがね、あ、何私もだったらやりたかったとかね。うん。やっぱそのファン同士の争いも出てくるわけですよね。だから、まあしっかりルール通りにやらないといけない事情があるかと思うんですよ。ただ、海外では、まあ、 ラッキーできたっていう、私、ちさにもらったっていう感じで、え、いいなーとかって、それで終わりになるんですが、結構日本だと、やっぱそういうのが、えー、フィギュアスケート界だけじゃなくて、まあ、アイドル界隈とかでは特にあるんでしょうかね。うーん。ねえ、まあ、それは恨みになってしまったりとか、あのー、まあ、幸運、ラッキー、まあ、普段こう、まあ、えっ、ー、とに、なんだ、えー、なんて言うんでしょうかね。 怒、まあ、りないこともあるというね、うんまあ、どう人間ですかね、あのファンあの選手たちも。なので、えー、たまたま歩い,歩いていたらいるっていう可能性もあるんで、まあ、その延長戦ということだったんですかね。でも今回皆さんのコメント見てると、まあ、結構怒りのコメントも、まあ、結構入っていますので、まあ、あの僕、状況がちょっとよく分からないんで、どうもちょっと分かりませんけども、うん、ね。でもこういう出待ちでそのサインをして、 して、そのサインもらったファンの人たちは、あの、どう思ってるんですかね。うん。そこら辺が。ファンの方が実際行かれたということですかね。うん。はい、ちょっといまいち分かんないですよ。その辺がね。エミリーさん、どうもです。 本田選手とファンは初日は会っていません。みんなやってるんでしょ,ややってるでしょうファン、友達でショーの後集まってバナーを持って記念撮影、出待ちじゃありません。それを彼女は車窓から見かけただけですよ目が悪いのから。目が悪いから、ぼやっと色しか分かんなくて、自分のバナーじゃないよねと思っていたら、撮影したファンの方が写真を送ってくれて、自分のだったって、それはそれで喜んで、うん、自分を応援をしてくれる人はい 人なんて、えー、いないって思い込んだ日に日が彼女にはあるんですよ。うん。だからファンもつながったって嬉しかった、えー。最終日は彼女はそこへ挨拶に行こうと思っただけです。あそういうことらしいですよ。うん、えー。何も知りもしないのに彼女のインスタを、えー、見もしないのに、えー、誰の情報か知らんけどそういう情報をばらまいてまたその先でばらまいて、えー、そうやって去年からずっとずっと。 彼女と彼女のファンを傷つけてきた、えー。それでも彼女のファンは2人を、しょうくんを応援をしているんですよ、今でも。うんえー、各方面から叩きすぎ、やりすぎの件が多数出始めています。えー、彼女も脳天気すぎたし、一緒にショーに出ていな,いな,い出ていながら、それを止めなかったしょうくんも、お花畑かもしれないけど、えー、宇野選手のファンもネットでこれだけ叩きまくった事実はもう消えない。えー、それからの責任と自覚を持っていただきたいです。うんあ はいといととうことですちょっとなんか、あの事実が違うということですかね。うん。初日に会ってないということらしいですよ。あの、本田選手のフ,ファンは。うん ますますわか,からなかしたね。うん、195t さんどうもです。シュマくんマリンちゃんのインス,インスタ2ショットたくさんアップ見ました。お二人とも本当に可愛らしく絵になる写真でしたね。お二人の写真からラブラブな感じがひしひしと伝わってきます。微笑ましいですね。ただちょっとタイミング、そう、タイミングなんですね。が悪く、出待ちのうんぬんがあったりで、まあ目立つお二人だから、いろいろ言われてしまうのかも仕方ないかのかな。うん、出待ち問題については私も全然詳しくないなんですが、 確かに、島君が若干盲目的になりすぎちゃってないという気がしたくもないです。いらん世話ですけどね、ということですね。うん。あの、タイミングがね、これちょっと、あの、悪かったっていうのは、ちょっとマーカーかなこと僕は感じました。うん。あのね、この、その、ね、でも、これは、あの、宇野選手が、まあ、今回、その、叩かれてしまった後に、 さらに宇野選手が写真を9枚載せ,せ,せてしまったという感じでしょうか。それとも、まあ、これは2つとも両、両方とも同じ時間に発生したということなんですかね。その時間の時系列っていうのはよくわかんないですね、僕は。うん、もしも、えー、その、その、なんだ、出待ちの件が、えー、起きました。で、その後に炎上した。 ですと炎上したことは宇野選手は分かっている。それをもって、さらにマリンちゃんとのツーショットをあインサイ上げたとなったら、一連の話は結構つながっているのかなと思っていて、つまりま、かばったというふうに思う人がいるということもまあ理解できるし、ちょっとこのタイミング、宇野選手はあえてマリンちゃんのキューバの写真キューブの写真をなさっているところがつながっているとすると、これは一連の話というのは、それでもマリンを守るという。 え意思があったのかなというのも感じられるんでそこ、そことの、えー、なんだ、あ,のあれは決して偶然ではなかったんですかね。うん。はい。あ、そして、サさ,さん、よろしくお願いします。お名前が分かんないんですが、よろしくお願いします。うん。えー、嬉しい話題ですね。あ、これね、えー、っと、あ、淳ですね、おそらく。あのね、えー、田中淳太選手と慎吾、えー、ちゃんのね、えー、結成でございますね。はい。えー、っと、うん。 ね、そしてカナダを拠点とするということで、頑張ってほしいですね。ね、うん。こ,このところ、カナダの引退や、きらもり、早すみの、えー、かえさんと悲しい話題ばかりだったんで、西山くん、田中さんのアイ,アイスカップル、次回のオリンピックを目指してほしいです。えー、ペアも嬉しい、話題来ないかなあ、ですよね。りくりゅう頑張ってるんで、ぜひ,ぜひ若者よ。森口くん、えー、森口すみくんペアに残ってくれるのは何より救いなんですが、 パートナーに優月みーちゃんになってくれないかなうん。ミュ,ミュー賞の時頑張っていたからな。えー、パートナー探してるって思うけど、二人組は、えー、世界選手権一、うん、枠埋まるんだけどな。どうですか、かぶくん。ね本当でしょうね。えー、っとね、本当にありだと思います。うん。とにかく、えー、まっ、あ、すぐにパートナーっていうのは、やっぱりそれこそね、まあ、今パートナー系でいろいろこう揉めてますけど、えー、まあ、こっちのペアの方のパートナーに関しても、やっぱこう縁であったりとか、まあ、結構その、 うまいだけじゃなくて、二人のこう、どう、なんていうんですかね、こう、愛、愛というか、まあ、その、なんていうんだろう、こう、え縁が必要ですよね。なので、まあ、結構難しいことあるし、まあ、やっぱり人、それぞれ命も預けるくらいね、アクロバティックなこともするわけなんで、ね、あの、でもいいパートナーが見つかればいいなって思いますよね。まあ今、あの、ペアについては、あの、日本だけじゃなくて、いろんな国がね、本当に、えペア不足になってますので、うん、 なかなかやっぱ難しいですよね。うん。アイスタンスよりは難しいのかな、ペアの方がね。うん。えー、マリリンさん、どうもです。えー、千秋様へ、翔、え、真、ー、君とマリンちゃんのこれからのコメントに返信をくださってありがとう。えー、カブ君と同じで、世界選手権の後のカンファレンスの翔真君の言葉で、やはり結婚に向けて、ウノファミリーも含め動いていると確信めいたものを感じていたんですが、 今季が終わり落ち着いてコメン、落ち着いてきたらコメントしようかなと思っていたら、先にカブ君が言っちゃった。だったらコメントしようと思ってました。うん、いや、僕も同じですね。全く同じですね。あの、今季一番言,えな言いたかったけど、言えなかったことでしたからね。うん。えー、千秋様と同様に、翔馬君の演技を長く見たいからね、えー、そのために翔馬、えー、君が心身ともに健康でいてほしいのよね。うん。えー、そのためには、あまりんちゃんのおかげで、えー、そうですね。 あの心が安定できているし、マリンちゃんにもそれは言えて、二人ともスターズオンマイスで見せたお顔がとても輝いて見えたから、この恋はさらに順調,順調なんだなって思いました、うんえー。私は朝起きる時間も寝る時間も一定してで株あ仕事日以外はテレビでカブくんテレビを見ています。えー、コメントするときだけスマホなんで、返信にも気づかないこともあります。返信なくて失礼があると思っていますが、そのときはお許しくださいません、うん。ね、ということですね。うん まあでもね、だから、でもね、好きな人ができると、そういうの人のために頑張ろうって、絶対ありますよね。うん。それだけで一日乗り越えたりとか、辛いこととかもね、乗り越えられるってありますよね。うん。ね、そういう状況でもでもあったのかなっていうのを、まあ僕は感じますよ。うん。それはね、絶対ある。うん。 大学突なんですね特にアスリート学生は勉強をしながら大変だと思います、うん。本田さんが結婚したいと言っていた情報はだいぶ子供の時ですよね。え近年のえするだろう発言は本人ではないですよ。週刊誌からです。あっか,から、あから、あ本当ですか。あこれはなるほどですね。えっと、あってことはこれは本人ではなくて週刊誌からだったんですね。うん、なるほど。はい。 えー、あ、おはりこさんよろしくお願いします。カブさんこんにちは。 のアイコンははおはりこですですよね。あ、もうね、水色でね、判断をしてました。おがね、おはりこさんですよね。連想クイズみたいで大変ですね。なかなかね、ちょっとね、勘違いで、さっきの皆さんの件も、あの、やっぱりコメント、ちょっとね、誰の,のか分かんなくなっちゃってりますね。私はスケーター、シャマ君を応援をしてるんで、えー、プライベートをお好きにどうぞ派です。ただ、今回の、ね、いきなり2いきなりインスタツーショットは、何事とビッグリポンではありました。うーん。まあ、アンチカスト家たちに餌をまいた感は歪めない。 うーんまあさてさて私は男女比いびつなークみたいな会社で社内恋愛サバイバルを経験した身としてはえ略奪されて負け組です。おマリンちゃん幸せやんと思ってしまいます。なるほどですね。うん、えークみたいな会社ということはつまり 女性がいっぱいいるということなんですねあれ。出待ち問題は知らなかったけど、うん、私はそんな大きな問題でもないかなと思うけど、気に入らない人は何事も気に入らないし、擁護派はあらあらら、どんまいってなる案件かなというね。そうですね。うーん、今回ね、問題なのは、結構その肯定的なコメントをされてきた方も、やっぱり怒りのコメントがなったりがあるんですよね、まあ、これはね。 本当にアンチがずっといつもこれまでもアンチをしてて、それで、ね、今回の件で起こってたら、あまたアンチがアンチしてるってなりますけど、結構いつも肯定的な方も、あのー、が、えー、批判というかね、うん、よくないんじゃないかなっていうコメントがあったんで、まあ、だから結構、なあれなんですかね、あのー、やっぱあんまり良くなかったというか、マリンちゃんと諸馬君の恋愛はいいとしても、今回の出回しの件はちょっとゆる、ねえー、それをかばったように見えてしまったっていう気もあるんですかね。 うんそこら辺がねちょっと難しいでもこのツーショット写真も一連の後に翔馬君があえてツーショット写真を出したっていう風に捉えられちゃうと、あそういったかばったっていうことになっちゃうんですかね。うんまあ、そこら辺のこの話っていうのは、僕いつもね、えー、この話とこの話切って考えるべきって言いますけど、この件っていうのは切って考えるべきなのかっていうことについて、ちょっとつながってるのかなとも考えられるんで、いまいちまあ難しいじゃ難しいのかなって思ってるんですよ。うん あ現場を実際見てないんで分かりませんけども、うん、ねどうなんですかね。でも、うん、なかなかちょっと難しいなっていう感じしますね。うん、真相がね、つかめたようでつかめないようでちょっとわかんないんですけどもね。うん、えジミリデーさんどうもです。あ、これですね。吉野浩平さんですね。うん。えっ、ー、と、こんにちは。 インスタの使い方が初心者では分かんないことだらけなんですが、吉野晃平さんのミーグリ付き会ってくれてありがとうの写真は、宇野選手へのメッセージですかそれとも翔馬くんから、だとしたら翔馬くん、インスタを使いこなせてますね。やってもらったのかもしれないけど、翔馬くんって競技しかで,できないのはよく分かりました。かわいい。あと、吉野晃平さんって、世界ジュニア銅メダルの吉岡望選手のパーリエイツ・オブ・カリビアンですね、を振り付けした方ですよね。うん。 なるほどブロック大会の解説で何人かの選手を実況しているとき自分の振り付けで恥ずかしいんですがと落ち,着いた落ち着いたトーンで話をされてましたほうほうほう。なるほどですね。で、プリンスチームの一員でもありすごい方が今回ミグリーで書幕をサポートしてくれたんだなぁと今驚いていますということですね。なるほどですね。吉野晃平さんあまり僕はこの方は知らなかったんですが、えー、のぞむくんのパイレーツの振り付けをした方なんですね。うん。 で、えっ、ー、と、この方が、えっ、ー、と、宇野選手へのメッセージ、あ、メッセージがあったということですね。うん。はい、なるほどでございます。えー、マイク・ワーティラ様2、2連続でございます。えー、カブ君こんにちは。名古屋の結婚の派手さは有名ですよ。お、ね、そらしいですね。なんか名古屋、そうなんですね。うん。僕も何度か出たことがありますが、引き出し、引き出し物引き出物かなえー、レモンだけでもなくて、えー、せ 石棺のお料理ですかね、までついてくるんですということですね。食べきるのに3日かかりましたよ。うん。はい。なるほどですね。えー。 え何か出待ちで延長してるみたいですね。新横浜のリンクは出,、ま、出口が一つだけだから、それは待ってれば出くわしますわ。うん。出くわ,出くわしますねえ。僕も実際、選手たちと出くわしたことありますよ。えー、サイン求められたら嫌と言いわけにもいかないかな。だって人気商売ですからね。うん。えューくんファンに怒られるかなということですね。これだから、そうですよね。まあ、結構だから、運が良かったらそうなりますよね。うん。 でも、これは公式にダメっていう風になってると、やっぱだめなんですかね。で,でも、例えば宇野選手が出待ちでサインした場合、ルール違反でもファンはラッキーってなると思うんで、多分ん言っちゃうと、はマリ,ンちゃんがマリンちゃんだから宇野選手のファンからまあアンチの餌を与えてしまったという感じになっちゃうんですかね。ああ状況が状況だけに、これは。 一つとその受賞だけでえ片付けられないってことなんですかね。うん。わかんないですね。難しい。えそして、かブ君こんにちは。可愛いさもあって、憎さ役割っていう感じかな。えー、姑が多いと、あ、ト目ですね。ト目が多いと大変だ。人の恋愛について自由にさせてあげようや。あ、そうですね。本当なんでしょうね。うーん。まあ、ねえ。自分の好きな人がね、やっぱ取られちゃってるっていう感じだったのかね。うん。ねえ。 はいえー、とイルさんよろしくお願いします。叩きすぎなのはひどいけど、うのファンは怖いとは2人とも言われちゃうのは思う趣旨がありますよ。うん。えー、全日本2019から、シ、え、幕ーマくステファンがいてくれて、仲間がいてくれ、アスリートとして成長していますね。えー、恋愛は人間を育てる。弱ったり、えー、はですね、これから少しずつですね。うん。ねえ、あの、今回ちょっとね、あのー、 ファンの中でもちょっと、まあ、いろいろこう意見が分かれているのかなっていう,うに思っているんで、うん、ね、ちょっとまあ、あの、収まるのかどうかちょっと心配ではありますけどね、うん。えー、マイク・バーティラさんも一度です。えー、かぶくん連投失礼します。えっ、ー、と、先日の国ベースのエキシビジョンのフィナーレの後、フェイス側で、えー、多数のファンがサインを求めて、うん、殺到して、 え選手たちも嫌な顔をせずに嬉しそうに求めに応じてましたよ。あれ、出ましと変わりないように思うけれど,、ね、けれどな。うん。ん。あれもだから、いわゆる禁止行為っていうことだったんですかね。うん。まあ、選手は嬉しいですよね、普通に。うん。ただ、ルールでダメってなってると、あれ,あれですかね、やっぱりこう、あのあだったら私もやりたかった、不公平じゃんっていうのあるんですかね。うーん。ねなんか、うん。 えっと、マリニンさんどうもです。US 様へ、シュマ君がトリノの世界選手権初優勝の時のうのワンワンでえ、ママが今とトロだったが、お庭で変えて、静かに泣いていましたね。うん。あね、これね、そうですよね。え見ていた私たちまで、え極小未熟児、今は低体重児って呼ばれる 900g にも満た,た,たなかったシュマ君の成長が遡って、えフランシュバックして、 ママさんのお気持ち、会ったこともないのに、こちらまで胸が締め付けられました。UBS もおっしゃる通り、ママさんの子,ばなあ子あ小離れの第一歩だったかも。うん。子離れも成人をしたからとか、大学卒業をしたらと、急に手を離すわけにはいきませんもの。本当に徐々に,徐々にですよ。うん。出待ちは、歌手や俳優、野球選手が会場入りや出るところで、 えー、ファンが一目見たいとか、サインもらいたいから待っていることよね。うん、あそういうことなんですね。なるほど、なるほど。えー、こういったところに警備員っていない,い,ないんですかい,いますよね、おそらくね。 うんえー、その辺の規制はお客様やファンあっての愛想だから、えー、試合は別物だけど、そうだもん、それにフィギュアを普及させるためにも見に来てもらいたい。えー、今回のマリンちゃんの出待ちサイン騒ぎは、私的にはスルー案件だけど、マリンちゃんアンチ、小和アンチ、食いつくいい餌、騒ぐに足りないことですよということですね、うん。まあね、この出待ちのサインはいけなかったんですね、逆に。うん えー、これは僕は知らなかったです。普通にやってるもんかなと思ったんで、でも公式ではルール違反らしいですね。でもこれが OK ってなっちゃうと思う,う。人がうわーって殺到しまくって、おそらく、まああのー、選手が帰ることができなかったりっていうのはあると思うんで、それで、まあ、禁止はしてるんですよ、多分きっとね。でも暗黙の了会でちょっとこうやってしまったりとか、みんなが見てないところでサイン、あーって、ちょっとちょちょちょだいっていうもらったりとかってあるんでしょうね、きっとね。うん まあ、あのでも今回はマリンちゃんがそれ OK をしちゃったということで、まあ、叩かれてるっていう感じですかね。うん。ねなんか見えてきましたね。だん,だんね。うん。なるほど。これはね、複雑だ。複雑ですね。これはね。うん。どっちの意見も分かるというかね。なんて言うんですかね。うん。はい。やっつたらさん、よろしくお願いします。えー、マリンちゃんのことで SNS で荒れてて、ここに覗きに来るの,来たあ来るのも、実は少し怖かったんです。 なるほどですね。うんえー、マリンちゃんインストで、えー、コメントを上げていたけれど、えー、出待ち禁止は知らなくて主催者もゲストに説明をしないよね、えー、初日に出待ちをしている方を見かけて少しの時間ならサインできるかなと思い運営に相談をして許可をもらったって言ってたんで、えー、資料が浅かった。 朝かったかもしれないけど、許可した運営も出待ちは禁止としていたファンも皆さん問題であったマリンちゃんだけ責められるのは不に落ちないですね。うん、運営が許可をしていたなら、ね、問題なかったんじゃないかなって気はしますよ、僕も。うん、あんなにたた戦えてかわいそうすぎる批判と悪意は違うというけれど、私には悪意しか感じたものは多すぎたということですね。なるほど。うんえー、そういうこ,これのツイッターとかインスタでやっぱり、あのインスタのマリンちゃんの,コメンあのこところとかで批判 監視権のこと多かった感じですかね。うん。あのなんかそんな感じがちょっとするんですけどね。でも許運営許可運営が許可したっていうことはこれは選手としたらあオッケーなのかなって思っちゃいますよね。うん。でまあそれについてさらにその選手がこうかかったようになってしまったというところで問題が広がってってるっていう感じなのかな。ね。あの。 でも運営が許可したんだったらね、運営問題なかった気はしますけどね。うん。でもなんかこういうことで揉めてるって結構幸せなことだなって僕は感じますよ。うん。でもやっぱ有名っていうね、ことの証しですからね。うん。ね。 えとマルニンさん、よろしくお願いします。久々に安藤美空さんと、えー、アスタモーさんが偶然会った。あ、ねえ、なんか新幹線の中でしたっけ昔マオちゃん、マイちゃん姉妹とお母様が、えー、名古屋で練習をしている帰りとか、美空ちゃんのお,お,じ,い、まえー、お,おじいさん経営の飲食店でよくカレーライスを食べていたそうです。 ミキ、うん、ちゃんとマオちゃんが、えー、交互に試合で優勝をしていた時期にマオ、ま、ちゃん人気があった。ミ、う、キ、ん、ちゃん4回転サルコを成功で一躍人気者になりミキティって呼ばれる。ね、天才スケーター、ね、ミキティって呼ばれてましたね。うんえまあ、今も呼ばれてます かね、うん。天才スケーター、何しろ、えー、中京高校入学で、えー、中京アイスリンクができたくらいだからね、四回転サルコは飛べなくなり、代わってトリプルアクセルの真央ちゃんが大人気になった。うん、で真央ちゃんの人気について、安藤さんね、うん、そういう経緯からか、世間では二人は仲が悪い印象はあったけど、感、え、じ、ー、のお二人にはそんな敵対者はなかったと思いたい、うん。真央ちゃんのトリプルルッツのエッジ。 え、のことの発言が、不仲説の大元かと思う、ね。あ、まおちゃんのルッツエデッチのあ、これ知らなかったですね。えー、っと、あの、なんか、これちょっと言っていいのかな。あの、僕が知ってるのは、えー、っと、なんか、まおちゃんあ、安藤さんが金を取ったのに、まおちゃんが、えー、っと銀だったのに、銀でいうか、まおちゃんよりも安藤さんの方が、 え順位が上だったのに、真央ちゃんばっかりスポットが当たったことによる、まあ、結構怒りっていうのが安藤さんにあったらしいっていう話は聞いたことあるんですよ。で、ちょっと言っていいのかな、子供ができたことも、その、何て言うんだろう、その、まあ、腹痩せじ,じゃありませんが、えー、それでこう、子供を作ってしまったみたいな、わけのわかんない記事があったと思うんですよね。うん。 だから、つまり子供が出たってことは、つまり2011、でもそんの,の時間的におかしいので、でたらめ記事だと思うんですけどもね、うん、あの、まあ、たぶん、安藤さんが、えっと、真央ちゃんよりも上に行ったときっていうのは、2006年、7年の世界選手7年の東京世界選手権で、安藤さんが、まあえっと、優勝して、で、真央ちゃんが2位でしたよね、うん、で、君をが3位だった。あの時も、 真央ちゃんの方がスポットが当たってたんですかねなんかそういうのもあって結構あの真央ちゃん真央ちゃん真央ちゃんってなってるから安藤さんとしては気に食わなかったということになっただからえメディアの報道の仕方でまで結構不仲説が広がったっていう感じなのか不仲になってしまったということですかねまあお二人ねタイプがもうほんと違いますからねうーんねえ当にうん でも、君の友ちゃんなんかも、本当は仲悪くなるのに、メディアが、そうなんか、いろいろやったので、まあ、仲悪くなったみたいな感じがあるんですけど、本当はそんな仲悪くないらしいですよね。うん。まあ、いろいろあるんでしょうね、きっとね。うん。まあね、ありますよ、きっと。いろんなことがね、不仲説も、可能性もあるし、あ、本当、仲悪い可能性もあるし、仲のいい可能性もあるし、まあ、そこのところはちょっとね、うん,うん、うん、なんだろう。ミステリアスですね。はい。